今回の動画は大きくを紹介していこうと思ってるんですが、大きくを実際にちょっと直してもらおうと思います。っていう感じで、まあ現在こんな感じですね。現在こんな感じですね。固まっている場所ってコリがあるから、そのコリがあるとちゃんと押すだけでちょっと指が出ます。の川島です。そして今回は、亀ちゃんに決まりました。こんにちは。はい、僕の経営する整体院の、一番弟子の亀ちゃんですね。今回の動画は大きくを紹介していこうと思ってるんですが、大きくを、実際にちょっと直してもらおうと思います。で、最近僕セルフケア不足で下半身あんまやってなかったもんで、ちょっとね、少し間が空いてきて、ちょっとお尻の力が入りにくくなってきたので、ちょっとここを治療してもらって、しっかりね、内側に入りやすいような、状態まで戻してもらおうと思っております。はい、という感じで、現在こんな感じですね。今現在こんな感じですね。はい、後ろ姿も、はい、こんな感じですね。自分的にもお尻に力入ってないのはなんか分かりますね。この辺凝ってる感じだね。はいはい、OK、こんな感じです。はい、では早速やっていきましょう。ではちょっと治療を受けていこうと思います。お願いします。お願いします。最近ね、結構お尻周り治療を受けてなくて、ちょっと固まってる感じがしてて、でも最近お客さんの層はどんな感じなんですか？女性が多いとか、何歳ぐらいが多いとか。女性の20代後半から30代半ばが一応やっぱ多いっすよね。はいはいはい、大体みんな大客ですね。そうですね。やっぱね、筋肉が固まってるとこれ、普通に効くんですよ。なんか固まってる場所ってコリがあるから、そのコリがあると基本的に押すだけでちょっと痛みが出ます。だからこうお尻周り押してみてちょっと痛みがある人はやっぱ凝ってる証拠だと思った方がいいかな。で、凝ってると筋肉に力が入んないから、なるべくね、しっかりこう毎日ストレッチとかマッサージしてほぐした方がいいっていうのがあるので、ちゃんとね、この辺はケアした方がいいですね。やっぱね、片足するとやった方の足が伸びた感じ。よし、OK です。合図だよ。はい、よし、じゃあこれ見ていきましょう。じゃあちょっと合わせていこうと思います。じゃあ足ちょっとやってもらって、じゃあ足ちょっとやってもらって、全然もう簡単に効きますね。で、さっきと比べたらお尻の力の入りが全然違うから、なんかここの締まり具合が全然違うんですよ。さっきはなんか凝って使いにくかった感じが、かなりこう使いやすくなってるから締まってるって感じですね。なので、今回お伝えしたいのは、やっぱりこう O 脚っていうのは単純に、お尻周りとか股関節周りの筋肉が固まってる影響でなりますので、ぜひね、こう、で簡単に O 脚っていうのは自分で直せるんですよ。なのでぜひね、今回この動画を通じて、O 脚っていうのは直せるっていうのはね、なんだろうな、信用してもらって、今後は、僕のね、一番弟子の亀ちゃんの方が、亀ちゃんのチャンネルで O 脚の直し方をどんどんね、公開していきますので、ぜひね、こちらの方の、下の概要欄に動画貼ってますので、ぜひね、そちらの方から、カメちゃんの方のチャンネル飛んでもらって、大きくについての直し方をね、ぜひ見てみて、ください。で、今回ね、動画がいいと思ったら、ぜひ高評価とコメントの方もぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。今回ね、3秒でバストアップさせる方法を今回僕からできたってことなんですよ。はい。ポイント